いたします。うん、近道ってこと。ここからまず八伏山ですね。六甲全山縦走路に沿って歩いていきましょう。全山縦走はできないけど、しないけどね。いきなり階段急登とか。八伏山上駅ってとこに行くんか、うん、ここからどれぐらいだろう。行きますか。海が見える。めちゃくちゃ綺麗に見えるな。日陰から階段の急登は大変ね。休憩展望できるのかな。あ、なるほど、海が見えますね。次の神戸かな。あれは淡路ですね。淡路近い。よし、頑張るぞい。おー、すごい。さあ、この鳴き声がそうなんや。そこに寄るな。あれ、かわいい鳴き声。まず八伏山ですね。スマウラ展望台。本番の清盛。やっとこか。着きましたか。ひょこっと260m 八伏山到着。ちょっと風が強くてちょっと寒いかも。あ、すごいすごい、明石海峡橋見えて。淡路島がこんなに近いっていうのはなかなか。あ、ツバメ。すぐ来たかな。はい、では霧山着いたので、次は鉄海山、あと 0.7 キロ向かいましょうかね。ここお茶屋さんがあるんだ。開いてねえ。なんかここでゆっくりお茶するのも楽しそうだな。今日は、ね、ちょっと今日はロングコースなんで、福水山まで行く予定なんですけど、結構ね、距離が 17キロ今日あるんだったかな。すごい。これなんだろう、バラではないな、分岐かな。鉄海山って書いてないけど、こちらね、風が強い。来ました、鉄海山。行きましょうか。着いたっぽいな。30で終了してるみたいな。あ、そうね。もうすぐ。もうすぐでいいってこと？高倉山に向かうんですけど、右って書いてある。右？こっち？高倉山。ちゃんと書いてありました。公園のようです。オラガチャヤが見えてきました。通るのか。通るんだったら通る。
わあ、いい景色。オラガチャや。ケーキセット。今日臨時休業。本当だ。タイミング悪い。すごい。モーニングだって。いいな。トイレも。桃ソーダ。美味しそうだ。うまそうだ。なんかモニュメントあった。さあ、一旦下山して市街地に降りますよ。よし、いざ京ザメいるんだ。京ザメって言われる。紅葉が見えてきた。スーパーで買い出しできる。コーヒー飲んでこ。さて、登山口、次は戸顔山かな。お、綺麗、花が咲いてる。戸顔山方向左に、右もあるんですけど、今回は左から行きます。ですね。うん、なかなかしんどいです。340ステップ、しんどい。コンクリ階段終わった。次は木の階段でございます。削れてきてんな。なんとかを、戸顔山頂。山頂とは書いてないけど、どうなんだろう。嫁越しの、あのちょっと高い建物。画面中央がオラガチャです。もうそんなとこまで来たんや。戸顔山頂のお印。高山に向かいます。ずっと下ってます。一旦下ってまた登りです。胃が痛い。胃が痛い。いつからや。初めから。小さい山頂だね。じゃあ行きます。スマアルプス岩場、うん、この辺りから馬乗せですかね。滑りやすそう。すごい。見た目がすごい。また階段が続くんだ。すごい。もう登りか。
眺めがいいとこやで。眺めが天気だ。うん、とりあえず一回座ろうか。馬の背見えてる。馬の背が見える場所で早めのお昼します。今日はゴムクリゾッタ、リゾッタとカルボナーラ、カルボナーラ、あとコンポタがありますね。コンポタ絡んでる。多分絡むと思うんだけど、ちゃんとカルボナーラの味がする。するの。うん。カルボナーラっていう商品なのね。もむく美味しいよ。あとでちょっともらうか。絶対に。溶けてない。ここにあったあった。こんなにささやかに。こっちもしや。これは。すごい。馬の背が丸見えですよ。三角形もあった。北西だ、やっぱり。どこやでこれ。はい、じゃあこうですね、行きましょう。しばらく歩いて妙法寺の方へ抜けて高取山へ登ります。大道っていう、我々は妙法寺駅高取山向かいます。さあ市街地に降りてきました。書いてあった、ありました。標識発見です。こちらから高取山へ。あれ、高取山。あ、書いてあった。三叉路に来たので、右側の道に入りました。出没注意です。多分ね、ちょっと寄り道です。展望台っぽいかな。うーん、まあまあ住宅が綺麗に見える。住宅街が美しく、風がすごいです。涼しいんですけど、ベンチ見つけて、すごく休憩で、山の道に、寒いさ、急に、なんか、これか、お稲荷さんがあるの。行かなくてもいいっていうやつだったはず、はい、茶畑。おお、眼下一望って書いてある。あれ？また上がれるんや。失礼します。稲荷さん。パープに。19.9。三角点は境内に設置された。そう。では。峰なので、ここに降りてきました。あ、これなんかいいね。ここ通ってきませんでしたけど、この間を通ると高取山山頂。めちゃくちゃ風強くて、さっき景色いいとこあったんですけど、突風がすごくて、ちょっと動画回すよ余裕もなく来ました。高取山山頂来ましたね。新域だからね。わ、すごい景色見えてますね。神様が一斉の山だ。はい、高取山山頂の日、
んでっていいんだよな。なんか降りざるを得んよ、多分。では下山です。左へ。わ、猫ちゃん発見。かわいいね。逃げなくていいんだよ。あ、猫ちゃん。ここにも。かわいい。猫ちゃんいっぱいいる。あ、かわいい。あなたかわいいよね。なんかボス級に大きい猫の子。ボス級に大きい子だった。あそこそう。ボス感あるね。海が見えてますね。ベンチあります。劣化して破れ落ちておりますね。結構外れがある。再び。今日どうなんだろうね。ここか。どく？うん。旦那くんが共同食食べてしたらすごい寄ってきちゃった。あげれるものがないんだよ。ごめんよ。ごめんね。そんななんか礼儀正しく並んでくれてるんだけど。すごいついてきて一緒に重装する。あげていいやつなんかないよ多分。今菊水山に向かって進みます。またまた見てる。来ちゃってるダメだよ来たら。交流の森、交流じゃないと思うんだけど。これ一回降りて市街地だな。はい、はい、市街地まで降りてきました。ここから長い市街地歩きが続きますね。見てよくわからんわ。ちゃんとなってる。菊水山にこっからがじゃ長いってことか。そう、こっから長いの。鳥越駅に着きました。ここなべ豚山まで行くと帰れなかった。行きますか。ここからも長いから。ここにあったあずま屋で休憩しました。アンパン食べて。コンクリートと違ってやっぱ歩きやすい。そうだね。もう市街地のコンクリがしんどくてしんどくて。やっぱ山道はいいっすね。菊水山は左手に。ちょっと待って、水山の登山口まで来ました。頑張りましょう。さあ地獄の始まりかな、うん、終わりの始まり。あるんだ。どこここが休憩所ですか。さあ菊水山のおねみじに挑戦だ。行け嫁。お前の足はまだ死んでない。ちょっと死んでる。ここ死にかけ、うん、いやなんかあれだね。おお結構急だなこれ、うん、足引っかかる。こういうことか。踏み出していけ。なんか鳥たちの楽園みたいな雰囲気になってる。なんだか素敵な階段が見えてきましたね。そうですか。いいでしょう。
手洗い系が減る。このぐらいできるんで、ガルピできなさそうや。水盤に差し掛かってるね。ガンバ。ガンバって古いな。ジェスチャーでこれもつけたらすごい。うわうわうわ、いやーすごいねこれ。いい景色だ。な、ね、あの辺から来てるんですか。あの奥の方だよね。奥の方から。わ、もうちょっとだね。喋れない。疲れてきた。ちょっと無理か。なんか山頂感が出てきたぞ。今日の最後のピークハンド。アンテナでは下山します。今回はスズラン台の方に降りようと思います。スズラン台方面ってあるんですけど、今回途中までは投げ豚山方面に向かいます。ここで左手に折れます。ツツジが綺麗だな。このツツジめっちゃ綺麗。映るかな。すごい立派なツツジだね。ここでスズラン台方面に向かいます。はい、こう手洗いありますね。ありがたい。お腹ペコペコ。どっち行ったらいいんだこれ。どっちか。どっちだね。どっちだこれ。わかんねえな。何鳥だろう。ヒヨドリっぽくない。鳥とは別の。すげえ立派だよな。ちゃんとしてる。でもマヤさんの前行った時すごい星綺麗になってて。なんかところどころ口はけてきたんだと思うんだけど。スズラン砂防ダム。はい、砂防ダムを越えてもうスズラン台駅までの直線に時期入る感じじゃん。これどっちだ。予想してなかった。ザックを下ろして通るよ。持ち上げる。山桜とか何なんとか桜じゃないかと思うんだけどね。スズラン台なんだかんだ来る機会なかったから今まで。お疲れ様でした。